ピザラジ料理対決。さあ第2弾ということで、はい、おいしかとのピザラジロケ、本日は料理対決でございます。料理対決、前回は炊き込みご飯、はい、そして餃子、餃子で余り物で焼きそばと焼きうどんを作ったんですけども、はい、いずれも大石正義の勝利ということでですね。そうですね、大敗を喫しましたね。そうですよね、うん、でまあレシピを見ないで料理を作ったらどんなもんじゃいという感じの企画なんですけども、はい、今回も3本勝負ご用意いたしました。あ、そうなんだ。最初の対決のテーマはこちら、ハンバーグ。ハンバーグは自信ありますか？いや、正直ハンバーグ僕作れます。やり方わかります。マジで？作り方知ってます。俺も家庭科で習った程度だけど知ってる、はい、まずはお手手を洗いましょう。はい、はい、いや、ハンバーグは僕ソースもオリジナルでいきます。あ、ソース？加藤家直伝のソースがあります。そんな蛇口に手が入れることなんで、もうマジで1試合目は勝ちにいきます。俺もやるよ、じゃあ。はい、具材がちょっと気持ち大きめのハンバーグ好きなんですよ、俺。あー、なるほど。ゴテッとしたやつ。わかるわかる。なんかさっき本番前にさ、はい、人参ないんすか？そうそうそう。あれ何？いや、僕は玉ねぎと人参も入れたいんですよ、ハンバーグの中に。ややちっちゃめに切った人参入れたいんですよね。へー、初めて聞いた。うちはそれ入ってました。おばあちゃんが作ってくれた。まずは、はい、牛豚ミンチ。牛豚ミンチ、はいはい、と、まあそうですよね。あとパン粉と、パン粉大事ですね。卵と、卵、玉ねぎ、玉ねぎ、まあこれは共通じゃないですか、うん。まあ、チーズも僕使おうかな。あー、上に乗せるやつね、はい。あとケチャップ。あー、いいね。あとソース。ソースね。そしてマヨネーズ。あー、これこんなもんですね。あと塩コショウ。あー、いい。どうすか、今までと違うでしょ。俺なんか手際がいいですよ。手際いいでしょ。迷いがない、迷いが。まずは玉ねぎでしょ。あ、マジっすか？違うの？いや、まあまず玉ねぎじゃないですか。てかこれあれっすよね、多分、うん、工程もほとんど一緒じゃないですか。もうあとはもうその繊細な味付け、うん、による勝敗ですよ。でも加藤家直伝のソースが効いてくるんかな。いや、もうソースはね、もうこれでしょっていう。ちょっと玉ねぎ、玉ねぎってどうやって切んの？え、みじん切りじゃないの？いや、そのみじんにするまでのあれが分かんない。あ、玉ねぎ確かこんな感じでやって。あ、正解正解正解ですよね。そうそうそう。あ、いいやんけ。気持ち大きめが好きなんだよな俺。あー俺メガネレンズ入ってないからすんごい染みる。うわー、目痛い。うわすっごい痛い。あー、痛い。で、これをさ、いや、もう俺できるよ。俺もできるよ。あ、人参きた、やった。これ人参入れたらまあうまいんで。じゃあ火にかけます。えっ、え、あ、まあそっか。あれ、そんなだっけ。もはや2人の行き先が違いますね。玉ねぎだけだと溶けちゃうんですよ。あ、そこで確かに火にかけるとね、マジで人参が必要になってくるんですよ。なんか子供が野菜嫌いでピーマン入れるとか、うん、大好きなハンバーグの中に隠してピーマン入れるとかっていうのは聞いたことあるけど、多分そんなようなもんです。俺は人参食べれないんですよ、本当は。あ、そうなの？食べれないけど、ハンバーグの中に入ってるからただの親の愛情やってんそれかもしんないですね。おばあちゃんが俺が人参食えないから入れてるのかもしれない。こんなもんだな。えい、わー、美味しそうな匂いというか、なんか良くない？ちょっと音も素晴らしい。え、炒めないでしょ。ハンバーグって炒めるか。炒めない、炒めるよ。で、もうここにもう肉いきます。マジで？はい、健康を害するのだから、ね。いや、ここに肉入れて塩コショウうわって入れて、いや、いいっすいいっす。肉いきます。肉いくじゃないですか。まず
混ぜます。いや、いいいいいい、そうそうそう、まあまあいいんでしょういや、そうです。俺の記憶が確かだったら真っ先に玉ねぎは炒めるのよ。で、熱を冷ましておくの。そうしないとひき肉に熱が移っちゃって焼けちゃうから。あー、そういうルールですか。そういうのを家庭科で習ったことがあるから。おいしい流ですか。やっぱ俺、野菜のそれタンパク質が変性して失活してるんですよ。死んでるんですよ、おじさんの。もうその時点で玉ねぎ、玉ねぎ死んでるんですよ。なんか腹立つな塩、よし、胡椒で、いや、マジで焼いてない気がする俺。これ、バレたくないな、パン粉入れるタイミング。あ、俺そういうのは分かんねえやマジっすか。これね、パン粉入れるタイミングがもう全てみたいなところあるんで。あ、こんだけになったってこと。あ、ごめん、パン粉入れるタイミングめっちゃ見たったわいや、これは、でもなんでこのタイミングで入れるかっていうのを理解してないと無駄です。あ、そうなんだ。結局、つけ焼き場です。教えましょうか。いや、あの、多分視聴者さんは、はい、お前よう言えたなっていう感じで見てると思う。いや、でもこれ多分本当にここで入れるはず。そのタイミングはなんでなん。いや、空気の隙間をパン粉で埋めるんですよ。おお、それっぽい。確か接着剤になってくれるはず、パン粉が。へえ。そうするとなんかこうやってほら円になってくるんですよ。ただの肉だとなかなかならないじゃないですか。いや、これもうちょいパン粉いけんな。パン粉なんて結局パンなんだからいくら入れてもいいんですよ。ちょっと俺そろそろ、じゃあ、あの、焼いた玉ねぎを投入します。なるほど。うわ、それっぽい。いや、それっぽいっすね、お互い。え、卵は知らないっすいやいやいや、卵マジで知らないっすよ。卵必要っすか。卵はいるよ。最後に、最後の方に卵じゃないの。いや、俺卵いらないっす。うわ、パン粉入れすぎた、これやべえ。いや、もうこれほら、もうこれ焼いてつもうでしょなんかでもちょっと、あれだな、これが卵なしの。あ、なるほど。いや、でも卵入れるの博打すぎる、これ俺もめちゃめちゃ博打で入れることになりますだって俺卵入れる気なかったもんでも入れてたな、なんかネタ作るときに卵入れてたな。卵どうやって入れます。俺はそのまま入れちゃいますか。いや、そのままじゃないっす。お互い必殺技を出しそうっすね。で、こういきますか、僕を。俺もこういきました。はい、君だけをね、君だけ入れて。え、卵入れる。あ、入れるわ。入れるよね。入れるわ、卵。こうだいや、100点になった。こう卵にパン粉が刺激されて、なるほど、いい感じでこう生地と生地がくっついていくんじゃないの。いや、これでも欲を言うなら半分半分でいきたいな。2個にしよう。いや、すごくいいよ。もう握り飯いや、これギュッてOK。 なんかいいじゃん。いや、もう俺、もうこれはマジで自信作です。しかもちゃんとさ、真ん中に空気穴というか。そうなんですよ、開けてるし。いきます。じゃあスイッチオン。うわ、これ火加減だな。あとは、いや、中火ぐらいにしとくか。で、これね、ソースと僕、ハンバーグを同じフライパンで同じ工程で作ります。あー、もしかして、はい、肉汁再利用派ですか。肉汁再利用派です。やるね。いきます。ハンバーグはね、本当に大好きで、よく昔付き合ってた彼女とかにもマジで作ってもらってたんですよ。あ、そうなの。ハンバーグ作ってって言って。一緒に作ったりもしてた。いや、一緒には作れなかったんですけど、うん、すげえ口出しはしてました玉ねぎと人参入れてちょっと気持ち大きめにして、このソースで作ってって言って、指定して作って食べてたんで、間違ってなければ美味しく作れるはず。投入します。
お、太くね？ハンバーグ。だってもう潰してんじゃん。ちょっとね、フライパン上で潰してんじゃん。想像よりって感じでしたね。これはマジでうまい。弱火でいきたい。弱火でじっくり。しかも俺玉ねぎと人参をあえて炒めてないんで、あえてです。あえてなんだ。はい。え、じゃあもうあの炒めるのが正解っていうことでいいのかな。じゃあそれ認めたということで、あえて炒めないことによりパリパリ感出してます。いや、なおこのハンバーグできてる。いや、なおこのハンバーグ。やば。ばあちゃんがやってたわ。掃除するのがめんどくせえからっつって、このフライパン1個で、あいこのハンバーグだわこれ。どっちかな。なおこあんのあいこだ。あいことなおこのハンバーグだこれ。じゃあ俺もちょっと遅れましたけども、ついに投入、ついに投入します。うわー、なんかちゃんとしてる。ちゃんとしてる。びっくりドンキーみたいな。ね、うまそう。形が。塩コショウ結構入れました。あ、やべ、入れてねえ。あ、やべ、言わなきゃよかったわ。え、使った？俺結構入れました。マジで？はい。やば、入れてねえや。やっちまった。でも塩とコショウなんて入れれば入れるほどうまいですからね、男なんて。ただ今回は僕女性票取りに行ってるんで。あ、なるほど。大石さんのマネージャーピンポイント狙ってます。ちょっと待って、うちのマネージャー狙わんといけない。味で、味の話か。味で、味の話。ピンポイントでこれは女性にいけますねっていう票を取りに行ってます。ちょっとカメラさん映してもらっていいですか、僕のハンバーグ。この色でしょ。この色がハンバーグよ。純ちゃんのそれは豆腐ハンバーグ。じゃあこれ低温ハンバーグです。低温ハンバーグ。これはマジで、この低温ハンバーグはマジやばいです。だっていくつやってます？5っすよね。5。俺3ですからね。あ、ほんまや。もう低温でもうじっくり。なるほど。ものすごい時間かけていきます。もう、うん、蒸らして蒸らして。俺今3にした。なんでそれで5でいいじゃないですか。いやいやいや、5でこれやって言ってたのに。だってこれ中まで焼けそうにないんだもん。最後の30秒俺9でいきます。あ、焦げをつけていくね。そう、最後の30秒でもう上辺の焦げつけます。うわ、いいぞいいぞ、肉汁出てきたぞ。この10でいくんすよ。10で結局ケチャップとソースとマヨネーズかけちゃえばスポンジでもうまいと思うんですよ。もうね、結局ほんとあられもないこと言う。マジでマジで、うん、できてるできてる。これ宮高のハンバーグ。うちの父親宮高って宮高って宮高のハンバーグ。いや、じゃあ直子のハンバーグ VS 宮高のハンバーグですね。ね、いや、もう完璧だ。それで合ってる、その、いや、あの、マジで容姿はこれ、それ合ってる。容姿合ってます。結局ケチャップでデロデロにするんで。いや、だからケチャップ万能論やめようよ。あの、うちも本当ケチャップ1本使うぐらいの勢いでズワーって入れて、で最後そこから助け出すんですよ、ケチャップ、あのハンバーグだけを。そうすることによって、もう煮込みハンバーグ的な。煮込みハンバーグです、結局。あ、結局ケチャップ煮込みハンバーグだ。ケチャップ煮込みハンバーグ。そんな一日その鍋の間にほったらかしにしといて、うん、次の日冷たいまま食うハンバーグが死ぬほどうまいんですよね。わかるそれ、うん。うわー、おいしさん結構もうこれ出来上がってるでしょ。うわ、仕上がって、うわ、おいしそう。うわ、やば、おいしそう。ちょっと焦げちゃったかな。あ、それでかいっすよ。見てください、俺のこのツルッツル。ほら、どう考えてもおしゃれなカフェに出てくる豆腐ハンバーグなんだよな。俺もうできたんじゃないかな、これ。出来上がり。いや、でも意外と中火通ってないかもしれないですよ。あ、そうね。そういう時、なんだっけ、お箸を刺すんだっけ。お箸で刺して、で肉汁が赤くなければ。あ、いいじゃん。あ、いい。いや、これ勝てるぞ絶対。いや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 、俺もう全然負ける気しないんだけど、色的に。でも俺あと10分かかります。マジで10分かかります。すいません、日本勝負になります。いや、ここしか譲れないっす、負けないっす。やっぱハンバーグだけは巻いたりできないんで。じゃあ俺はもう揚げちゃうよ。あ、もちろん、どうぞ。後から入れたのに俺の方が早く揚がるってやばい。からのこの肉汁を利用して、俺は怒り
中濃い中濃ソースをオフェンスで、おオフェンス表示で置くそういうことかあ、やばいやばいやばい、いやもうソースも待ってるわ、あ美味しそうこれ、ソースが呼んでる、行くかそろそろソース、いやまだだまだだまだだ、我慢しろ、もうすべて台無しになるよ今までの30分が。めっちゃ真剣じゃん、わぁ美味しそう、もうあと 2分本当に結構よく焼きやね、じゃあここから2分5でいきます、結構焼けてるよ、2分5でもう気持ち焦げ目つけます、そして同時にここで投入します、お僕は、え、マジで、はい、この段階からいきます、え、まだハンバーグ揚げてないけど、ハンバーグ揚げてないけど大丈夫です、一緒にいきます、ソース、ケチャップ、マジでこれ、ちょマジで本当に言ってんの、マジス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 、ちょマジで見てて、照り焼きになるから匂い嗅いでてください、すげえ、これです、初めて見たそういうの、うちのバーバーはこうやって作ってました、これがいいんだよって言いながら、でこれそのうちグツ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 してくるんですよ、確かに、まあ水分飛ぶからね、ケチャップ多いな、マヨネーズはいかないよちょマヨネーズ失敗したかもしれないけど、いやでも分かります、分かる分かる分かりますよね、分かる分かる、これ3だ3 子供が大好きセットだねそれ、うわめっちゃいい匂い、すげえお好み焼きの匂いがするハンバーグすごいね、いやこの結局照り焼きって、うん、ケチャップと、あでも確かに美味しそうかも、ケチャップとソースとマヨネーズなんですよ照り焼きなんてもんは、これマジでみんな飛び上がると思いますよ、笑ってるけど、肉汁と、じゃ今この段階だとめっちゃ味濃いんですよ、結局揚げるんでこいつを吸収するんで最後に、味が想像できるんだけど、はい、一口でお腹いっぱい、オッケー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 、いけんの、いけます、もうマジでこれ本当に、あでも確かにちょっと美味しそうだ、ちょっとうまそうじゃないですか、うん、ほらほら、美味しそうだわ、ほれかけんのやん、ちょっとかけます、ほれ出来上がり、完成完成、じゃあちょっと食べますかね、もう完璧ですマジで、であれですね、工程は同じだったのに全然最終的な結論が違いますね、あんたのさじ加減さあ早速食べていきたいと思いますけども、はい、まず自分のやつ食べる、そうですね、うん、まずは自分の出来がどうなのかいきますか、じゃあこれ切って、いやめちゃくちゃいいじゃん、美味しそう、いやめちゃくちゃだよ、ちょっといただきますね、料理さんからどうぞ、はい、うまっ、俺もいただいていいですか、勝ちましたマジで言ってる、マジで勝ちました、あの1700円です1700円です、おじさん、俺1800円ですマジでうまい、ちょっとさお互いのやつをさそんなに言うんだったら食べてみる、うわーいい子の味がする、ほんとに美味しいです、マジでこれいただいていいですか、はい、いただきます、これが宮高のハンバーグか、いただきます、うまいうまこれはこれはいい勝負だわ、うまいわ、うまい、玉ねぎが生焼けですが、でもそれがまたいい、その風味が出てて、そう、美味しさのもうまいわ、これまあオーソドックスだよ、ザハンバーグ、うん、
でもやっぱオーソドックスが一番、王道が一番ですからね。じゃあ判定の方、誰に審査してほしいか。ルンちゃんはもう、いやこれ男だわ。男、男に食わさなきゃダメだわ、これ特務だわ。じゃあ、あのね、俺も特務さんじゃあいいですね、同じ。じゃあ特務さんに審査してみましょうか、うん、ちょっと大石さんのやつがなくなってから食えよ、ちゃんと混ざるんだからうまいっしょいや、うまくない今のはうまいって言われるでしょ、うん、いや、俺マジでガチだからハンバーグは。それでは判定の方お願いします。僕が欲しかったのは加藤さん、加藤さんの勝利。ハンバーグまんじゅうや、それまんじゅうした、すいません。いやー、いやー、でしょ。確かに僕もね、悔しいかな、これめっちゃ美味しかったそうソースがバカもうこんな段ボールでもうまいっしょ何つけてもうまいんすよ。ソースマヨネーズケチャップ、うん、1対1対1もう土食ってもうまいっす、それだったらマジでうまい。あの暴力を感じるわこれなんだよ結局は、ソースは。いやでも、うん、食べた感じ俺もめちゃくちゃ美味しかったし、はい、この濃いソースがあるからこそ中の具がそう、そうね、成功法じゃなくてもいけるみたいな。これはちょっとやられた、デカめのね、うん、やられた。え、料理対決で初の勝利じゃないですか、ユンちゃん。そうですね、これはしかも得意料理というか好きな料理で勝てたんで、うん、なるほど、めちゃくちゃ嬉しいです。今回は敗退ですわ、うん、はい。まあでも3番勝負なんですよね。そうですね、うん、この後の勝負に続いていきたいと思います。はい、2回戦チャーハン対決。いや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 、正気かっていうぐらい混ぜます。なんか2人ともやばいっすね